後期大断説。いいよ。これ関東にしろ最高の控え室の番組。崖っぷち。台風13号が過ぎ去りましたね。おはようございます。おはようございます。いやー、ちょっと台風一過の予定だったんですけどね。お、曇ってるね。ちょっと霧雨がね、舞う季節になってますね、これはね。ってことで、今流行りの ETC 世界中から開いてますよ。久しぶりだね。久々ですね。最近はホームが多かったからね。そうね。カーチャンネルがなかったですね。だいぶコメント書かれてましたね。皆さんお待たせしました。本日こそ、カーグルメチャンネル始まりますよ。始まります。ってことで今日は関東リーグ後期大断説。いやー、待ってました。関東2部リーグ残り3試合ということで、我々がただいま順位が7位ですか。7位。はい、7位でございますということで、はい、前回お話ししたんですけど、はい、ワンチャン3チーム降格があると。そうなんですよ。ちょっと JFL の結果次第では、うん、関東2部3チーム降格と。だから、はい、なるべく下位3位に入らない方がいいと。そうですね。シンプルなんですけど。なんで相手が今日は戸田前橋さん。わあ。なんかね、うん、最近ちょっと選手の補強をしだしてるって噂を聞きまして。おお。戸田さんもね、やっぱ降格したくないという、ね。うん、まあそうだよね。はい、強い思いを持っていらっしゃる。スポンサーもやっぱりついていらっしゃいますから、資金もね。ああ。まあそれなりにあると。そしたら選手を獲得できると。我々はですね、年間10万円の部費を払い、その部費が尽きるとですね、いつも練習部なくなるという、そんな民間クラブ運営してますから。確かにな、はい、10万払ってゴール守ってんだもんね。そうなんですよ、よく分かんなかったんだよね、本当ね。確かに。朝飯紹介、卵パン、発酵入りの残り4個。キーは焼き鮭、明太子マヨネーズ、ファミマエコ割りです。あ、エコ割りだ。お、エコ割り。コンビニ各社最近そういうのやってますね。やってるね。SDGs がすごいですね。SDGs。もうちょっと袋大3位とか5位はちょっとよくありませんね。あれはちょっと文句言いたいですね。この前さ、はい、なんかどっかのアパレルのなんか買ったらさ、袋大なんか30円取られた。マジでやばくない。やば。物申したいんだけど、紙ストローとかね、あれやめた方がいい。紙ストローだって結局ね、植物だって最近レポート出てますけど、うん、植物切った時に悲鳴が上がってるって話ありました。あ、そうなの。はい、最近そういうのも増えてるんですね。で、すげえ振り方。バケナおにぎり、まんじゅう。なんかおばあちゃんみたいな。食生活おばあちゃんみたいじゃない。あとみたらし団子。おばあちゃんじゃない。最後にもちろんフレンチトースト。これはもう欠かせない。今日試合ですよね。遠足行くみたいな感じになってるよね、これ。ウキウキ試合じゃないよ。ウキウキステップ。捨てられたトリッピーみたいな。ハザードすごくない？すごいね。4つハザード出してる。なんかちょっと過剰じゃない？過剰だね。事故？ほら見て、ドイツのサポーターみたいになってる。確かに。ブンデスリーガーみたいに。ここだけフーリーがいるね。ん？どうした？え、合流下手じゃない？ユタしたじゃない。嘘、あそこであれユータンブームじゃない？あ、か、ギャギャじゃねえや。か、一番右車線に出なかったんだろうね。今のキャはオアのキャだったもんね。そうカンパチのトンネルが爆裂渋滞してます。トンネル内で事故と。すごい、なんだろうこれ。自動車運ぶ車ですかね。あ、でも前にも玉突きだ。玉突きさんですか。あ、ついてるね。あいやあ。大きくしちゃったんですね。そうですね。駒形でアウでーす。はい、アウー。こっから4分というね、素晴らしい立地ですね。いや、立地が素晴らしいですね。アクセスいいっていうのはね、サッカー場としてはね、必須条件ですからね。そうですね。はい。はい、かぶったね。かぶった、かぶっちゃった。お、すごい、オープンカーだ。もうオープンだね。あれはだいぶオープン、フルオープンだね、あれ。はい、控え室到着です。到着。これ関東リーグ史上最高の控え室の感じ。前回試合負けたんですけど、また大輔がすごいいいってコメント、なんかありました選手。うん、なんかすごいありましたね。なんかしたことあります？勝ちたいです。勝ちたいよね。勝とう。上で目指すのが一番いいですね。頑張ってください。頑張りましょう。最近どうですか、調子は。でも、面白いこと言えないです。言わなくて。期待してないんで。最近あれじゃない、ベンチスタートじゃない。あ、そうっすね。今日、先発とかあるの？今日、もしかしたらあるかもしれない。ある。はい。ない。ない。なかったっす。
ないかじゃあベンチからプロテイン獲得はないベンチ入りないちょっとこの動画もないなもうゴールパフォーマンスの練習してるわ若さん点取ったらどうするんですか俺、はい、もう脱ぐ脱ぐシンプルに脱ぐイエローイエローイエローでもイエローにするんでしょ脱ぐんだ正代到着あ競争競争何競なのヘリコプター競ヘリコプター競あの信じれば飛べるっていうありがとうございますありがとうございますはい、ピッチイン。ピッチイン。見えますあちらに。伊勢崎オートレースということで。あれ何？あれはバイクなんじゃないですか。バイクか。はい。あっちの方が熱狂が待ってる。あそこで数々の人たちの人生が。そうです、ね。変わったと、はい。狂わされた人もいれば成功につながった人もいると。たくさんのこうムクロの上で一人の勝者がこう立ってると。はい。今日は天然芝ですね。天然芝ですね。最高のピッチ状況ですか。これ結構すごいよ。はい。わかるかな。夏休みにそのどっから出てきたかわかんないんですけど、夏が始まる前にもすでに肌が黒くて日焼けしてて短髪でちょっとこう金のネックレスとかつけてる感じの方の髪型みたいな。それっすねー。そんな伝わる。天然の芝目ですよ。いやーこの理論でいくと全部取れますナイスショガケプチ。いやー
よし、いくぞ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。2対2ですか。2対2、まあ、引き分けと、まあ、下位のチームでね、勝ち点1を分け合ったと、うん、先ほどの試合でね、勝つか引き分けるとこのバイタス頂点プレゼントと、ありがとうございますということで、お兄さん来ておりました。お兄さん、今日はあれですか、1点目。そうですね、1点目、ね、はい、1点目絡んで、はい、1点目は絡めてない、ね、絡めてない、まあ、ただね、やっぱその攻撃のちょっとこうチャンスを作ったりとか。そうだね、考えてましたんで、うん、本日ですね、いちごとチョコを持ってきました。好きな方を持って帰ってもらうと。どっちが人気ですか。どっちも人気なんだよ、ね、俺はね、いちごが大好き。一番早くなくなった。じゃあいちごの方で、はい、いきますか。はい、はい、おー、ありがとうございます。なんかコメントありますか。まあ、次節ちょっと勝てるような活躍をしたいなと思うので、応援お願いします。続けてください。続けてください。これ飲んで強くなります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、打ち合いって言うんですか、これは。いや、これは壮絶な打ち合いでしたね。本当天気のような、ね、試合でしたね。そうだね、はい、とりあえずね、首の皮一枚繋がったというとこなんで、うん、あともう2勝すれば、うん、まあ、おそらくすっきり残留と。そうだね、いう感じになりそうなので、ちょっとそこ目指してね、まず来週戦う、そして3週間後、うん、はい、最終戦と戦っていきたいという。来週がホーム最終戦なんで。あ、ほどがや、そうだ、ちょっとここ皆さんね、うん、ちょっとパワーをね、いただきたいので、ぜひほどがやに、うん、集まってほしいと。ほどがよ埋めたい。ほどがよ埋めたい、うん、任せほどがよ。本日もたくさん CM していただきましたので紹介したいと思います。はい、プチクロワッサンプレーンとチョコ。おお、なんかおしゃれ。ザブラック、そして群馬ちゃんタビガラス、そしてアクエリアス、メッセージ付きでございます。イエス。群馬ちゃんプリントラングドシャ、ラングドシャ、ラングドシャ。群馬ちゃん焼きトーストのタレ、群馬ちゃんタビガラスいちごメロンオレンジ、そして群馬ちゃんフルーツタビガラスオレンジ味、いちご味、メロン味。群馬ちゃんシリーズすごいな。群馬ちゃん旅ガラス富士山さんですよ。こっちビールですね。おお、チキチキボン、鶏皮チップス、ゆずこしょう。うわ、決まるやつだ。群馬ちゃん旅ガラス、群馬ちゃんモナカ。モナカもあるの、群馬ちゃん。すごい、群馬ちゃんがもうすごい過剰だよ。ハプティーダプティー。
グーテデロワ群馬エディション R7GM と、こちらラスクですね。ラスクと、かっこいいですね。こちらですね、縄文カルタだと、イングリッシュバージョン縄文カルタ、これ C に入ってるらしいんだね。はい、ということで、崖っぷち続きますけども、続きますね。はい、最後まで目が離せないと、ああ完全密着シリーズはね、もう皆さんの心を掴んで離さないと思いますので、ぜひですね、こちら今年のカントリーが終わりまで、応援していただきたいというふうに思います。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー。